いやこれもうどうしたらいいのこれ。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ111話ね。おう、トカちゃん、あ、トカちゃん取り戻したね、データ。おう、データ。おう、あ、作る。はあ、すげえ。いや、トゥワイスの力。マジですげえな。うん。いや、本当にやばいんだね、トカちゃん。あー、今の、え、もうそんなやばいんだ、顔。うわー、てか、トゥワイスや。この力、ほんと。いや、国を落とせるみたいにギラ言ってたけど、使い方次第じゃね。もう人の命も救えるよね。いや、けど、この力ほんと、なんていうかね、人の命とはっていうのを考えさせられる力でもあるよね。このコピーされた人格とかのさ。だからなんか、もう深く考えるとなんかちょっといろいろね、頭使う力っていうか、人権とか。いやけどそれでもやっぱすごいとは思うんだよね。この力の矛先をさ、このヒーロー側に向けられた時今後、これどう対応するか。もうトゥワイスだけが増えるだけじゃなくて、さっきみたいな感じでね、前回のシガラキとかダビとかといい。あれも作れるわけじゃん？いやー、トゥワイスマジでこいつ。いや、トカちゃんもすごいと思ったけど、いや、ヴィラン連合で一番やばい能力かもなって今俺は思ってるよ。いや、で今ヴィランアカデミアで見ててね、このトゥワイスを見てるからまだ応援できるけど、この後大変だね、デク君たち。で、今回はね、このしがらきのオリジンだよ。いや、オリジンといえばですよ。すごい感になるんでしょ？おう。あ、あいつか、あの政治家。おう。おう。おう。さとい。それ何？今の。で、どうやって出したのこれ。うん。セブンスラウド？あ、能力をあれか、強化すんのかな？あ、先導！わあ、政治家らしい力だわ。こいつがいたからあれかな？解放軍もこんなに集まってんのかな？ブースト厄介だ。いや、スピナー頑張れ。うん。うん、ヤモリ。おう。うん。あれ、スピナー回もあるのかな？今回、前半。あ、ああ、しがらきだ。いやー、この仲間ごとってのがすごいよな。しがらきの。お、今の何？ハリネズミ見た。いや、いろんな能力者いるからもうやばいわ。あ、てか、マキアもそろそろ来んじゃん。お？大丈夫か？うわあ、そんなこと言うやつやってほしいわ、スピナーさん。あ。ああ、今のあれか。わかる。
いやー、けど、死柄木の行く先は恐ろしい未来だよ。いや、めっちゃ囲まれてるけど。まあまあまあ、冷静に考えると、どっちも恐ろしいんだよね。今、ものすごいヴィラン連合に肩入れしちゃってるけどさ。ああ、ギラン。よかった、よかった。いやー、よくやるよ。え？ああ。でかい。え、なんなの、それ。いや、マジででけえ。いや、服もよく破れないね。いや、こいつ倒されちゃうんじゃないけど、この後。このオリジンで、死柄木に。え、なんか解放軍ここでやられそうな気がするんだけど。決起とか言ってたけど。身体強化系だよね、なんか。あれ？当たったのか？攻撃。うわ、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 わ。いや、ストレス？ストレス。あああのもやが、なるほど、強靭曲。怒らせれば怒らせるほど。まずい。やばい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 。え、けど触ってんなら死柄木できないの？手で。こいつをさ、破壊すること。ああ、手だ。ん？花ちゃん？おばあちゃん、おばあちゃん。おばあちゃんってあれじゃない？え、志村？あ、お前が持たせたの？持ち続けろって。あ、姉ちゃん！お姉ちゃん。で、それが手になっちゃってんの、わあ。いや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 。死柄木の闇だってあれじゃない？わあ！え？やった今。今の音やったよね、多分。ああ、入ってる！そうだよね。触ってりゃそうなるわな。だって、前回ほら、触んなくても、その成長、そうか、もともと5本の指で触んなきゃだったか。あ、お母さん。うわぁ、怖い顔。
いや、もっとすごくなるんじゃない？前回のあのね、ちょっと触れずにまとめてやったけど、さらに、プルスウルトラか。ああ。ああ。あちゃちゃちゃ。いや、応援してる。知らずと応援する。ああ。うわ、真っ黒になった。完全に。100% みたいな感じでトグロ。おう。本物。認められた。ああ、やっぱトグロみたい。トグロじゃん、80。え？そんな何？放出みたいなのもできんの？おお、当たっちゃってる。不可解。ああ、誰の手かわかんないけど。おじいちゃん？今の。あ、え、このおばあちゃんは？あ、けどおばあちゃんも二人いるはずだからね。また違うおばあちゃんか。うん、違う。うん、あの時。その時。いや、出れるんだ。出れるんだね。その大きさで。え？あ、あ！来た！いや、マキア。わー、来たー！飛んでたもんな、前回。いや、こいつも未知数なんだよね、能力。いや、お前はそんでどうなんの？なんか、なんかやろうとしてんじゃないの？あ。うん。落としたけど。うん。うん。おう。とっておきなんだね。いや、けど立ってるけど。あ、なんかやったの？あ、触ってんの？わー。やるー。やるー。かっけ、いや、か、うん、かっこいい。いや、かっこいいよ。しがらき。ああ。もうゾーンみたいなの入ってんのか。てだ。誰見てる？いや、なんか澄んだ顔してるな。いや、これやっぱやられるんじゃない？こいつ、デストロー。あ！来た！ああ、父親。うん、なんかお父さん厳しそう。え？いやー。かわいい。うん。あ、お姉ちゃん。あ、言えないんだね、おじいちゃんおばあちゃんで。ああ、そういう人だからこそまた言えないのか。ああ、そりゃちょっと立場弱いね。うん、ポリポリね。みっくん、かわいい。いや、ちょっとデクくんに。似てるね、少し。オールマイト。
もう普通の子じゃーん。いや、その個性。その個性が出たらどうなるかだな。いやー、結構この大人にね、振り回されるパターン。一言。あ、お姉ちゃん。うん。あ！うん。うん。志村。なあ、お姉ちゃん。いや、これ大丈夫？あのおばあちゃん？さっきの。うん。いやー、ワンコ。あ！あー、あー！怖い怖い怖い。ん？あ、バレちゃったの？あー、やばいかも。あー、あー、そこか、親父。親父はそこら辺のあれがあるんだ、お母さんに。おばあちゃんというか。うん。ああ。いやー、ちゃんとあるんだね、裏が。この結果の今だ。ああ。いやー、仲良しだったんだね。けど、いやー、志村さーん、うわー、あー、おう。うん。いや、けどなんか、いい感じ。ああ、けどここで能力か。もんちゃん大丈夫？あ、もんちゃん。やべえ。いやー、今来ちゃやばい。やべえだよ、これ、今。いや、ダメ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 。酔っちゃダメだよ。デューあ、やばいやばいやばい、あ、やだ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 、あー、
なあ。うーわ。やばい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 。あ、これであれ？そのまま、うっそー。あ、それでも、わあ、お母さん。ああ、残ってんだ、親父、そうか。あとのみんな他は、いいえ。あ、お父さんも？え？あ、ああ！いや、これもうどうしたらいいの、これ。正解がわからねえ、これ。あ、ええー、うーわー。ええー。やばー。うーわー。ええー、しがらき。いやー、言葉が出てこないわ。きつー。いや、絶対きついね。まあ、そういう何かはあるだろうなと思ってたのは、あの手とかね。いや、けどー。いや、すれ違ってるよ、ここの家族も。とどろきくんちじゃないけど。お父さんも決して、ねえ、知らないまんまやっちゃってるよね、さっきの殺意。あ、まだ続く。だー。あー。あー、で、トガちゃん。トガちゃん大丈夫かな？あ、まだ続くやん。2話連続でオリジンなの。なんかもうここの家族はね、このしがらきくんに対するなんか扱いっていう言い方もね、なんか良くないのかもしれないけど、いや、そこら辺さえ間違ってなければこうはならなかったんじゃないかな。そういう意味でなんか欲しい一言があるんだろうね。まあ、具体的にこれだみたいなちょっとあれだけど、なんとなくはわかる。なんとなく空気感は。じゃ最後あのお母さんとかはさ、我ながらも近づこうとしてるし、いや、決してここの家族はね、なんかその最悪だみたいな、もう劣悪な環境じゃん、ここってわけではなかったよ。まあ、うちらはあの手紙をね、まあ、今回描写で見てるからあれだけど、しがらきの父親はね、その志村お母さんとも、まあ、ことがあって、ついつい自分の息子に対して、ああいう風なね、まあ、扱いになっちゃってたってことなんだろうな。
で、そんなの何もわからないし、まあ、写真は見つけたけど手紙なんか見てないし、ね、手紙見たところで5歳の男の子にね、どこまでわかるかわかんないけど、お互いを理解しないまんまね、死柄木の手によって父親はってことだわ。しかも最後あんな殴られちゃってるし。いやけどね、お父さんはお父さんでね、死柄木以外の家族がね、自分の息子の手によってああなっちゃったし、しかもそのなんか殺意みたいな攻撃が自分にも向いてる感じもあるしさ、母親はああやってなんかこう手をね、差し伸べてたけど、あそこでついあのね、なんか高枝切りばさみっつの？あれをなんか手に取って殴りに行っちゃったっていうね、そこもね、若干わからなくはないんだよね。見てるうちらは冷静だからさ、まあやっちゃったとは思うけど、で決して息子のことを愛してなかったわけでもないじゃん。厳しく当たってる。いやーさすがけどオリジンだったわ。いやマジですごいわこのオリジンってつくと。はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったりも、ご意見に対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて引き続き見ていってください。以上、動画部とつがお送りしました。バイバイ。